私の好きな授業は、私が担当する授業は法律演習です。法律演習は1、2年生の時に履修した刑法の基礎知識を踏まえて、重要な論点について検討を重ねて、さらに理解を深めていくというものです。また少人数での授業なので、教授との距離が近く、質問もしやすいというところが履修した決め手になりました。警察官を目指すことを想定し、またその先のキャリアアップもテーマとして扱っているので、警察官を目指す身としては履修しない理由はないかなと思いました。法律演習は法律を専門とする教員が担当する法学部における集大成ともいえる専門ゼミです。刑法は難解ですので、学生が理解しやすいよう具体例を用いた説明を心がけています。共同正犯とは、2人以上共同して犯罪を実行したものを言い、すべて正犯とされます。例に挙げて説明しますと、 A と B の撃った弾丸が共に当たった場合はもちろん、 A の撃った弾丸だけが当たった場合も、 A と B のどちらの撃った弾丸が当たったのか不明な場合でも、 A、B 両名は殺人既遂罪の責任を問われることになります。共同正犯が成立するためには、法医者間に共同実行の意思、すなわち意思の連絡が存在しなければなりません。私は将来警察官になりたいと考えています。活躍できる警察官になるにはどうしたらいいか、理想の警察官像を模索しています。